すごい、めっちゃ広いダブルベッドですね。みるみるランド、はい、ハイマーエアーズロック見ていきたいと思います。はい、楽しみです。これね、色もね、黒ですごいシックなんです。ハイマーでポップアップルームになってます。これ初めて見ましたね。これちょっと外観見てみましょう。はい、外観見てみましょう。こちらパワーマラスは回ってみます。すごくいいですね。かっこいいね。かっこいいですね。ヘッドライトとかもかっこいいし、中がこれすごいんですけど、中はちょっと後でじっくりね、こんな感じですけど、ハイマーエアーズロック。で、後ろが観音開きになってて、ダブルベッドのやつですね。こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは。ここにね、電気系統が来ていて、窓もしっかりついてますね。うん、でも中ちょっと見たくてうずうずしてしまいます。はい、すごいですね。いや、かっこいいですね。外観もすっごいかっこいいですね。はい、こちらハイマーのドイツから輸入しているものです。車両名がエアーズロック、乗車定員が4名、就寝定員は4名、全長が 5.4 メートル、幅が 2.0 メートル、高さが 2.7 メートルです。ベース車両がフィアットデカと、燃料が軽油で動きます。お値段は1020万円です。4番サード、みるみるランド。はい、では中の方を見ていきましょう。もう入ってすぐはしごがあるんだけどね。入ってすぐ登りたくなっちゃうんですけどね。登ってみます、早速。いいですか。はい、はい、では失礼します。ああ、嬉しい。すごい、めっちゃ広いダブルベッドですね。ダブルベッドですか。ダブルベッドです。2人行けますね。へえ。ちょっとじゃあ僕も行きます。はい、こんな感じでね、奥まですごい広いんですよ。広い。あ、これはねすごいですよね。かなり広いですね。かなり広いです。もうね、2人余裕で寝れます。はい、そして暖かいですね。なんかで、そっちから前を見る。はい、こちらから前を見ると、ね、大きな窓がついています。ね、もう本当に素晴らしい空間が広がっております。これいいね、この空間いいですね。でもちゃんとライトがあるので明るくね、行ったり来たりができるのかなって思います。はい、楽しかったですか、上。上最高ですね。なんか上に寝たいかもしれない思っちゃいます。そして下はじゃあ、はい、下はじゃあこちらの運転席の方からお邪魔します。もうね、すごいこの座りやすい椅子大好きですね。はい、でここもね、しっかり広いので前をかなり見ながら運転するのが楽な感じです。うん、くるって多分するタイプですね。今はくるってされてませんけど、ここにケーブルがついているのでくるってしてまたリビングスペースに展開できます。そしてこっち側は開けられるかな。こんな感じで収納もしっかりついております。いいですね、広さですよね。本当だね。はい、じゃあちょっと変わるかも。あ、ここさ、ここにもさ、なんかスペースね、ここにもなんかついてますね。はい、そしてですね、はい、こんな感じで2
靴とちゃんとシンクがついてます、うん、すごい使いやすそうですね。でこっち側に冷蔵庫があるんだよね、サイドに。はい、こちら側ですね。今ちょっとこれですね、引っ張ればいいだけですか。あ、こういうことか。はい、冷蔵庫になってました。はい、冷蔵庫ですね。簡単に開きます、うん、そして結構奥まで深いのでしっかり冷蔵庫が入れられる、あ、食品が入れられます。ここに開きますね。もう引き出しもある。いや便利ですね。こっちから見るともこっち側でも同じように収納、はい、収納になっていて、あ、電気系統が結構入ってますね。はい、こんな感じで電気が収納されております。ですね、ここでガスのねじったりするところがついていて、うん、よいしょ、それとは別に引き出し、あ、引き出し、こっちはですね、中が塊ですね、うん、いいね、こういうのね、こういうのすごいですよね、もう理想的な感じがします。はい、そしてかなりこれも深いですね、うん、収納スペースが下も一緒かな、あ、下は引き出してここの中に、はい、入れるタイプですね。はい、そしてそしてここをですね開けますと、じゃじゃん、おお、すごい明るいですね。本当だ、明るい、明るい。でトイレに出ます。はい、トイレです。シャワーも浴びれますよっていうやつかな。そうだと思いますね。プッシュ、うん、この今この面もガラスなんですけど、ここの面もガラスですね。すごい。なので中がすごい明るく広く感じます、はい、ね、これが倒れるのかな。あ、よし、これで顔を洗ったりとか、うん、はい、あ、やっぱりそうですね、シャワーになりますね、うん、こんな感じで使います。いや便利ですね。そしてトイレです。で、後ろのベッドも広いね。後ろのベッドもすごい広いですね。はい、2人ゆったり眠れますし、このね、サイドっていうかもう全部囲うようにして収納のスペースがついてるので、収納のスペースに困らないぐらいいっぱいいろいろしまいます。この下もですね開いてるので、うん、収納として使いますね、はい、